フェリシアン・ダビッドは19世紀フランスの作曲家、牧竜ケン・カドネの出身、X に出てイエズス会の神学校に学ぶ。卒業後に音楽家として活動を始めるが20歳の頃にパリ音楽院に入学。やがて三指紋主義に傾倒して音楽院を離れ三指紋の会派のために中近東を広く旅行する。この時に 異国の様々な民族音楽や民謡に接し、その時の印象をもとに、帰国後に中東風の楽奏を多用した公共的オード、砂漠を作曲、成功を収める。この作品は19世紀フランス音楽における異国趣味の走りとなった。その後のピアノ曲やオペラにも異国趣味を扱ったものが多い。代表的なオペラにはエルキュラニウム、ララルークがある。 繊細で響きの美しいダビットの音楽は直接の後継者であるジョルジュビゼーによって称賛された。ダビットは音楽における異国趣味の先駆者として東洋の景色をその楽曲の中に見事に表現した色彩効果の巧みな作曲家であった。そればかりか、その音楽が優しく表情に富んでいて、またメロディへの創意が大変独創的な処方を持ったしだましい豊かな人間であった。 彼の偉大なオラトリオの数々、多くのオペラは音楽性に溢れている。ありがとうございます。